精肉本店の戸村博明社長が小中学校の本の購入に役立ててほしいと11月30日に日南市へ100万円を寄付しました。ぜひ有意義に使ってください。ありがとうございます。大事にさせていただきます。この寄付は先代の戸村義盛社長から続いているそうで、1990年から27年間市町村の合併前より累計で5000万円以上になります。寄付を受けて佐喜田市長は、子供たちのためにですね、大事に使わせていただきたいと思っておりますので、はいはい、本当にありがとうございます、はい、会社がね、順調にいく限りは、うん、市民の皆さんのおかげですので、毎年、必ず寄付を続けていきたいと思ってます、はい、基本的には図書寄付金という形になってますけど、教育関係で必要であればどんな使い方でも、していただければいいと思います。学校の図書室には戸村文庫として設置されていて、長年にわたり子どもたちから親しまれています。